フィギュア定真央さん、現役時代彷彿させるジャンプ、広島でアイスショー。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケート女子で2010年バンクーバー冬季五輪銀メダリストの定真央さんが総合演出を手掛けるアイスショー、ビヨンドが14日、広島市東区のヒロシンビッグウェーブであった。定真さんは10人の共演者と共に、スケートリンクを360度囲む大型スクリーン映像を使った演出を織り交ぜたショーを披露。ショパンのピアノ曲、バラード第1番では、現役時代を彷彿とさせる高さのあるジャンプを見せた。現役時代にも滑ったチャイコフスキーの白鳥の湖では情感あふれるスケーティングで約2700人の観客を魅了した。ビヨンドは昨年9月から全国で公演中。15日もヒロシンビッグウェーブで午前11時半と午後4時半開演の2部あり、当日券を販売する。中国新聞社。プロになる時に引退と言われる不思議な競技です。競技スケートに比べ見せる部分が重要視されるだけで基本的に同じはずで、羽生さんや浅田さんはその考えを持ってプロ転向してくれたのかなと思います。今後のフィギュアスケーターのためにも素晴らしい技と素敵なショーの双方を兼ね備えたプログラムを期待しています。真央ちゃんといい、弓鶴くんといい、アイスショーで大活躍ですね。これまで現役引退した選手がアイスショーで継続して公演を成功させた人ってほとんどいないんじゃないかな？自分だけじゃなくて他の出演者のセカンドキャリアにもなっているし、フィギュア界にとって素晴らしいことだと思います。写真だけでも真央さんが生き生きしていていらっしゃるのが分かって喜ばしいです。これから羽生結弦さんも本格的にプロスケーターとして活動されるようで、特に東京ドームでスケーター初のショーとはすごいですね。こうやって世界を席巻してきたスケーターの方々がプロとして活動されると、他のスケーターの方々もお仕事としてスケートで収入を得る場ができるのでは？ファンも嬉しいし交通機関、ホテル、レストランなどのお店も潤うので、もちろん可能な範囲でお願いしたいですね。先日 TV でアイスショーに取り組む真央さんを見ました。若い頃から人生ぶれずにスケートに向き合ってきたのを見ているし、引退してからも変わらない素敵な真央さん。この方は本当のフィギュアスケートの申し子だとしみじみ思いました。真央ちゃんと呼んでいた頃が懐かしい。ずっと大好きです。荒川静香のプロ転向以降、アイスショーが以前より盛んになって、プロフィギュア界が活気づきましたが、浅田真央、羽生結弦それぞれまた別の形で、プロの世界を牽引してくれていて頼もしいですね。ロスに陥る暇がないというか、アイスショーにも色々な形があって、とても楽しいです。東京公演見ました。真央ちゃんがとってもとっても綺麗でした。アイスショーだけどやっぱり彼女はすごいアスリートなんだということを分からされるような圧巻の演技です。最後まで怪我なく滑れますように。